はい、今回はブリングアーツからキングダムハーツ3シャドウ2大セット、こちらを開けていきたいと思います。裏面はこんな感じです。それでは早速開けていきましょう。チェキン。はい、中身開けてこんな感じです。ブリスターに入ってて2体セットになってます。こちらの方も全部開けていきましょう。はい、開封しました。こんな感じです。こいつの本体をまず見ていきましょう。こちらまず上から触覚ですね。これ上下に動きます。2本ついてます。はい、断面、目の方はこれはクリアパーツの中にシルバーの塗装かシールかなんか貼られてますね。光ってます。クリッとしてて可愛い。で、首の方も動きます。360度回転、上下動きます。で、肩もぐりんぐり回りますね。で、肘の関節も曲がります。で、手首こんな感じで動きます。で、胴体ですね。こちらこんな感じになってます。あれ、手が折れへん。手が取れてました。胴体の方なんですけども、まず上下にこう動きますね。で、横にも。ちょっと360度はしんどいかなって感じですね。で、足、ます。根元の方から、まあ、こんな感じで上げたり、下げたりできますね。で、太もものところもここは回ります。こんな感じで。で、膝は上まではちょっと上がらないですね。ここの部分が干渉して上がりません。で、足首の方、こちらは360度回りますね。上下にこんな感じで動きます。で、このつま先部分もこんな感じで動きます。こんな感じですね。で、まあ、全体はこんな感じ。後ろ。はい。で、こちら、替えのパーツが手。これは全部2体とも2セットずつあるんですけども、全部一緒ですね。これは何やろ。なんか持つ用のやつですね。なんか持つ用のやつなんですけど、持つための何かの付属品はついてないです。何か遊ぶ時に持つかな。で、こちらが触覚、なんかピーンとした長いのが2本、あとちょっと短めのやつが2個ついてます。付属品と本体の紹介はこんな感じ。はい、ではこちらの方ちょっとパーツの変更していきたいんですけども、手は簡単に取れます。で、こちらを、どれにつけようかな。これですね。ちょっと開き気味の手です。こんな感じです。前のやつがこれなんでちょっと開いてますね。こんな感じで両方つけるとこんな感じです。取り外しはすごく簡単ですね。簡単に取り外しができます。で、触覚の方もこれは何が違うかな、どういう時にこの触覚になるのかがちょっと詳しくはわからないんですけども、ちょっとピンとした感じですね。はい、つけました。かなり長い感じになりますね。あ、これはあれかな、威嚇してる時にこういう長さになるのかな。ちょっとこっちの手首のパーツ緩いです。威嚇して自分を大きく見せようとしてる感じですかね。こんな感じです。ちなみにこれなんですけども、なかなか立てるのが難しいです。基本的にこう前かがみになっているので重心が前になるんですよね。で、それを計算して足を揃えないといけないのでなかなか難しいです。はい、こんな感じです。で、触覚また違うパーツですね。短めのやつがあるんで、折りたたんだやつかな、
そちらの方をつけていきたいと思います。触覚の取り外しは簡単です。こんな感じですぐに変更できます。こんな凝りつない感じ。これはちょっとあるかな、やられた時はこんな感じになるんかな。空とかにキーブレードで叩かれたら痛い。こんな感じですね。ではこれを使っていろんなポーズをとっていきましょう。2体セットでいきます。はい、まずは2体セットで、立ちました。ちょっとねやっぱり重心が前になっているので立ちにくいんですが、お前コツをつかめば簡単になると思います。どうですか。ちょっとね目がね光当てたらキラッと光っていい感じですね。フォルムもやっぱりいいですね。シンプルでぴょんと空たちの前に現れた時の感じになってるんじゃないですかね。はい、2体で触覚ピンと刺して手もちょっと広げた感じで2体の威嚇ポーズはこんな感じ。はい、ちょっと頭を抱えたポーズですね。多分キーブレードに叩かれた時の頭痛いっていうのをちょっとイメージしてみました。2体同時でどうですか。ちょっとやっぱり可愛いですよねこれ。なかなか可動域もあっていろんなポーズができてすごくいいなと思ってます。こちら意外といいです。意外とって言うとあるか。はい、こんな感じ。ちょっとねバランスの悪いポーズも取れるみたいですね。足首と膝のパーツが結構いい働きをしてる感じです。こんなちょっと変わったポーズも取れるのが魅力かなと思います。はい、ちょっと持ち手に何か武器を持たせたくてロンギヌスの槍を持たせてみました。ちょっと入るのがこれしかなかったんで、まあでもこんな感じでいろんなポーズ取れて他の何か、武器とかね持つものができあればいろんなことができるかなと思いましたね。これはこれでいい。逆にちょっと使徒っぽいですけどね。これはいいですね。はい、こんな風に光を当ててみて後ろの影がちょっとシャドウっぽくていいですよね。なんか悪さしそうな感じ、いい感じ。はい、いかがだったでしょうか。ブリンガーズキングダムハーツ3シャドウ2体セット、まあ感想としてはとても良かったなと思ってます。まあね、デザイン自体がとてもシンプルでね、もう大好きなデザインなんですけども、それに合わせた造形可動域、とても良かったなと思います。まあ、ただねあんまりガシガシ動かしすぎると、まあ、関節の部分付け替えの部分ですねちょっとかなりちっちゃくて、まあ、あんまり強くやりすぎると折れるかなっていうのもあるんで、まあ、慎重にね遊ぶときは遊んで、まあ、これのサイズに合ったその小物的なものがあれば本当に無限大に遊べるんじゃないかなと思ってます。ネタ的にもすごく使いやすいなとも思いますし、とてもいいかなと思います。他のねフィギュアとか、も合わせてもすごくいろんな表現の幅が広がるかなと思ってます。はい、というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ちょっとねバイキンマンにも似てるんで、バイバイキーン。